はい、よろしくお願いします。どうも、ハイチです。今日6月1日がですね、私の動画投稿を始めて5周年の記念日となりましてなので新しい動画カテゴリーというか、まあ、再生リストも作ってるんですけど、休み時間というのをやっていきます。で、これは勉強以外のものなんですけど、勉強の合間にね、まあ、見てもらえるような手短な動画ね、まあ好んで見ていただける方が出てくれたらいいなと思ってるんですけど、そういうのを撮っていきます。じゃん。ということで、最初がですね、これ知り合いに教えてもらったんですけど、四つ葉のクローバーの栽培セットなんですね。四つ葉のクローバーは自分もともと好きなのと、ハイチって名前も1はね、本名から取ってるんですけど、葉っぱの方は四つ葉の葉から取ってるんですよ。別にね、そのね、名前の成り立ちとかは今話してもあれ興味ねえって言われそうなんでね、割愛しますけどね。まあ、せっかくなんで最初にちょうどいいかなと思ってこれを育成して、どのくらいで育つのかな。今ですね、お説明書これね読んでるんですけど、なんか1、2ヶ月、嘘、2、3ヶ月かかるらしいんですよね。で、すごい心配なのが、発芽適温。つまり発芽するのに適してる温度とか、栽培するのに適してる栽培適温が、15度から25度なんですよ。で、自分が今住んでるところ、京都が32度なのね。咲くこれ。大丈夫かな。まあ、ひとまずやってみましょう。では、咲く、ちょっと、なんだろう、キットをね、作っていきますか。はい、ということで、まあ、こんな感じでね、砂とか、はい、砂って言っていいのかな、土か、あ、入ってるんですけど、これさ、室内でやっちゃダメなやつだよね、きっとね。まず、ね、この、こいつ、なんかね、水ね、かけるやつの中に、このね、シートを敷きます。土に、あ、水をね、含めるのね。水、あ、でもね、持ってき、一応霧吹き持ってきたんですよね。こぼした掃除機やべえ。だから大型なのが出るよね、こういうのね。はい、ということでね、霧吹きを、たぶんね、水ちゃんといたんかいいんだろうけど、わあわあだわこれはい、ということで、ただいまもう事故ったからね、ベランダでやってきました。で、種を重ならないように、隠れる、ちょっとだけ土に隠れるぐらいにすると、これ、表面あれやね、ちょっと平らにした方がいい俺さ、こういうの育てたこと全然なくて、見えるかな、ちょっと、すっごいちっちゃいの、ほら、ね。じゃあ、これを、巻いていくと。咲けよー、あ、咲けとか、発芽しろよ、お前ら。おっちゃん楽しみに待ってるよ。はい、ということで大丈夫だと思うんだけどね。ちょっと周り行こうか。で、あとはですね、風や、日当たり、いや、ね、日当たりがいいんだっけな。日が直接当たらないんだけど、日当たりと風通しのいい場所で、自分が今仕事場がですね、そう、ちょっといい感じの置くところがあるので、まあ、そこに置いておこうかなと思います。高確率で四つ葉が出てくるクローバーの種を使用していますということです。栽培初期、最初はどの葉も全て三つ葉ですが、株が大きく育ち、茎の本数が増えてくると四つ葉が出てきて楽しめるようになります。なので、まあ、変化があったらちょっとなんかね、動画にまたしようかなと思います。なんか1週間に1回とか決められないんですけど、なんか変化があれば、はいせいなんで、ちょっと名前書いとこうかね。どうしようかな。じゃん、四つ葉の四つ子。いや、滑ってるよねまあ、四つ子っていう名前にしましたんで、じゃあこいつのね、育成日誌じゃないまたね、撮っていきます。ちょっと失敗したくないけど、まあ水やりちょっと頑張りながら様子見てみますね。なんで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。まあこんな感じでまた撮っていきますので、これからも四つ子よろしくお願いします。それじゃね、バイバイ。